はい、お疲れ様です、ね、今ちょっとね会社の人と話してましたよいしょ。では今からね出発したいと思います。ただいまね3月の21日日曜日1時50分です。よいしょ。さてさて、じゃあもうある程度ね行きたいと思います。まあ今日行くところはね大阪のね岸和田ってところなんですけど、いやー朝からねめちゃめちゃ雨降ってますよね。これ、雨がひどいんでねちょっとね気をつけながら行きたいと思います。この間ね洗車機して帰ってきたのになーと思いながら出発したいと思いますよ。ではではちょっと走っていきます。おーい、チベットね木曽山線の堤防まで来ました。あとこっからね走ってって、まあ道の駅でね休みましょう。まあね4時ね15分ぐらいなんで、夜走りましょうか、まあ、ちなみにね岸和田まであと215キロなんでね、ぼちぼちと行きたいと思いますさてなんやかんや言ってねもう着きました。はい、道の駅ここでちょっと休んでいきたいと思います。今日もねトラックいないですねまあ日曜日ですからね。よいしょ。まあとりあえずここで4時間ね休みたいと思います。ではちょっとねトイレ行きたいんでトイレ行ってきます。はーい、いやーちょっとねはいお手洗い行ってきました。さあではねご飯食べたいと思います。今日は、はい、手作り弁当ですさあいただきましょう。今日はね、今日の手作り弁当はね、はい、豚キムチとね炊き込みご飯ですではいただきます。さあ、あとね手作りの浅漬けですねじゃあいただきます。あ、これね椎茸の肉詰めらしいですうまいね、椎茸の肉詰めと豚キムチと炊き込みご飯うまいですね、普通のねコンビニ弁当じゃなかなか食べれないですよねさあ漬物残りはねまた明日食べたいと思います。クーラーボックスがあるんでねこっちに入れておきましょう。さあぶどうちゃんだ。このぶどうは皮まで食べれるやつやな。美味しかった、はい、今回も美味しくいただきましたいただきましたぼちぼちとあと休んでまた走りたいと思いますそんでね1週間頑張っていきたいと思いますよ。あとはゆっくり休んでね走るだけ今週もね頑張っていきたいと思います。ではちょっとね寝ます。また後で。おーい、おはようございます。今ね9時ちょうどですあれから4時間30分ぐらい経ってますかね。よいしょ。ではね今からはい岸和田の方に向かっていきたいと思います。まあ今からね向かっていけばまあ道も空いてると思うんですけどね。てかね雨も止んで
風がちょっと強いぐらいですかね。よいしょ。さあ出発したいと思います。よいしょ。まあね、雨は止んでくれたんでね、良かったんですけどね。よいしょ。めちゃめちゃね、乾いてますね、道も。さっきあれほどね、雨降ってたのにな。でもね、まあ晴れてくれたおかげでね、ちょっと走りやすいと思うんでね。まあとりあえず、もうペペッと走っていきたいと思います。まあこのままね、明日の朝までね、晴れとってくれたらね、ありがたいですね。よいしょ。ではでは、もうね、もうペペッと、とっと、まあ、走っていきたいと思います。はーい。今、名阪国道をね、走ってきました。あとね、もう少しでね、西名阪のね、天理料金所です。ただいまね、23時25分。まあ、あとね、お客さんのところまでね、残りあと52キロなんですけど、まあ、あとはね、こっから、天理からね、まあ、岸和田のあたりまでね、ここあと高速で行きたいと思います。とりあえず、ナビの予定はね、12時10分ぐらい。あと40分ぐらいかな。あとペペッと行って明日の朝ね、降ろしてもらいたいと思いますよ。まあね、この時間になるとね、名阪国道も車が少なくなりました。ね、さっきまでね結構走ってたんですけどね、もう今じゃ車も少なくなりましたよ。よいしょ。はいはい。なんでね、もう走りやすい感じで来れました。まあ、とりあえずね、このままペペッと岸和田の辺までね、走っていきたいと思います。とりあえず気をつけながら頑張ります。はーい。今ね、阪和自動車道までやってきました。ただいまね、0時5分です。まあ、次のね、はい、インター、岸和田泉インターでね、降りていきたいと思います。あとね、お客さんのところまでね、残り、ね、2キロぐらいなんでね。降りたらもうペペッとお客さんのところ行きたいと思います。あと明日ね、何時頃をね、降ろせるのかちょっとわからないんですけど、まあ朝起きて見たいと思います。はいはいはい。1620円。はい、はい、とではね、ちょっとペペッとお客さんのところまでね、行きたいと思います。はーい。今岸和田のね、お客さんのところまで到着しました。何もね書いてないんでね、明日朝何時に始まるんかわからないですけど、まあとりあえずね、8時前ぐらいに起きてね、準備したいと思います。はい、ではね、ゆっくりと休みたいと思います。ではね、今回はね、ここまでにしたいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録もお願いします。ではまた明日。